さあ、我らグレート家康公青い武将隊でござる。はい、ちょっと笑ってる。笑ってないですよ。笑ってないですよ。ちょっと笑いながら言っとる。いやいや、至って真面目に言いました。始まる前になんか今日生まさ疲れてんなーとは思ってたけど、でわし言ってたけど、疲れてるって言ってたけど、年の瀬ですから。はい、ね、あ、これ撮影日、撮影日はもうまさにクリスマスイブに撮っておりますので、さよう、徳川家康公のご生誕キャンペーンといたしまして、うん、我らの岡崎公園内の演舞におきまして家康公丸抜クイズを行っておると。で、その解説であり動画を今見ておる皆に、まあ、出題するという形で、うん、力試しをしていただこうと、そういう動画でございますね。そうじゃな、はい、まあ、今後これを機になんか歴史へのな、そうですね、興味が湧いたりとかっていうきっかけ作りになればいいかなっていう感じだな、うん、今みんな歴史大っ嫌いですからね。マジかよ。いや、まあ、苦手な方もいらっしゃるということですから、まあ、この動画では徳川家康公のことにだけ特化してみんなに知っていただこうと、そういうことですね。はい、うん、ということで本日は11月7日の午前の演舞内にて出題をいたしました問題を皆に出題していきたいと思います。うん、では早速参ります。第1問。徳川家康公は関ヶ原の戦いの際の東軍の総大将である、丸か×か。うん、はい、まあ、これは有名ですよね。まあ有名だね。まあ、東軍と西軍でこう真っ二つにね、はい、分かれた日の本の有名猛将がこうバッと集まって、もう天下分け目の戦でございました。わしがリーダーを務めたわけだけども、はい、そうですそうです、うん、それがどっちなのかってことで、さようにございます。東か西か。はい、うん、では正解発表いたします。正解は丸でございます。そうですな、徳川家康公は関ヶ原の東軍総大将でございました。うん、ね、まあ、こちら側が圧勝したわけでございまするけれども、うん、西軍の総大将っていうのがこれ結構あれですよね、勘違いされた方が引っ掛けなんだよな、うん、多いんですよね。あ、うん、これが石田三成ってね、よくこうみんなが言うんだけど、これね、石田三成じゃないんだね。そうなんですよ。うん、毛利輝元殿、うん、この方が西軍の、まあ、総大将でも名ばかりのものですよね。まあそうじゃな、うん、まあ実を言うと、はい、もうあらかじめわしがこう裏でね、こう始まる前よ、戦が始まる前からこう内通っていうかな、はい、こう踏みでやり取りしたりとか、はい、そういうことをまあいろいろやってたのよ裏で。第1問から長すぎない。そうですね、ちょっと尺取りすぎですね。もう前半ほぼほぼカットします。では参ります。第2問。家康公が、徳川と名字を変える前の名字は松川である、丸か×か。うん、そもそもこう、はい、わしが徳川と違う姓を名乗っていた時代って知ってんのかな。いやー、あんまりこれ知られてないですよ。そもそも、ね、もう徳川家康公はずっと徳川家康公だと思われてますから。そうだよな。もうだから何ですか、竹千代っていう名前も有名ですけど、うん、そこからどうやって家康になったのかなんて流れも知らないと思います。そうだな、うんうん、そもそも名字も違ったんだってなりますからね。そう、かなり意外な問題ではありますが、違ったその名字が果たして松川なのか。そうですね、はい、丸か×か。はい、では発表いたします。正解は×でございます。本当は何でしたっけ。松平、豊田市、愛知県のね、はい、豊田市に松平郷っていうのがあるんだけど、そこがわしのご先祖様のね、発祥の地。そうなんですよ。でそこから松平ってこう、うん、名字をね名乗ってるからね。そもそもじゃからあちらの松平郷の方で徳川家康公ゆかりの地って歌われてるみたいですしね。まあだって、うん、あそこにわしの東照宮あるしね。そうですな、うん、確かに松平東照宮って有名なね神社もございますから、さようさ、家康公の徳川の前の名字っていうのは松平でございましたね。はい、うん、まあこの何故名字を変えたかっていうのはまた別の機会にちょっとね説明させていただきますので、これ話し出すと長いよ。長いですね。長いし、あ、家康公そんな理由で名字変えたんだってなりますからね。え、ダメダメだった。ダメじゃないですよ。何、人それぞれですから。第3問。徳川家康公の身長は155センチである、丸か×か。
っちゃいですね。これさ、当時のね、平均身長くらいよ、はい、あ、それはですか。150から155くらいだったな、が平均身長。昔は正座じゃない、畳じゃない。あ、確かに。今はあれだ、西洋から来た椅子とか、あとは食うもんに困ってないじゃない。まあ、いろんなものが、ね、栄養が豊富だろう、今現代は。はいはいはい、はい、なるほど。あ、そっからね、こう成長の度合いがね、だいぶ違うみたいよ。まあ、家康公の、当時の身長は155センチなのかどうか。正解はバスでございまする。そう、そんなちっちゃくないんですね。うん、うん、もうちょっと大きくて、何センチでしたっけ。100と59。そう、159センチ、うん、現代の不届き者たちがな、こうわしの墓を掘り起こしたらしくてな。墓荒らしですか。あ、と思ったら、ちゃんとした調査団あった。あ、なるほど。で、あの、わしの骨が残ったらしいな。なるほど、あ、それを測って、さよさよ、そっからこう測って、ちゃんと159っていう数字が出てきたらしいわ。さようにございます。そうですね、今岡崎市内のパネルがあるんですよね、今。うんうんうん、家康公と背比べって言って、うん、あれなんかでも公式に歌われておるのが159センチ。当時の戦国時代では大きかったんですよ。まあ、あの、平均よりは大きかったな。そうやな。続いて第4問。家康公の信号は東照大明神である。丸かバツか。信号っていうのはですね、神の号と書きまして、うん、いわゆる殿はお亡くなりになられてから神になられたと。で、神様には神様の名前があるんですよ、うん、そのお名前が東照大明神かどうかということですね。うん、そういうことじゃない。もういいですかね。正解発表いたします。正解はバツでございまする。そう、あの、結構これ細かい間違いだったんですけど、うん、正解は、うん、東照大権現。大権現、そうなんですね。大、東照大まであったんですよね。あとの2つの字が違うと。全国に多々ある東照宮というのは、うん、この徳川家康公をお祭りした神社のことでございますので、うん、東照大権現様というのは徳川家康公のことを表しているということでね、うん、覚えていただければええかなと思います。今さ、日光東照宮っていうのが、まあ、やっぱ日の本で一番有名な東照宮じゃない。一番多い時期、もっとわしのおじいちゃんをこう、はい、あがめてよって言って、なるほど、わしの孫の家光がね、もうじゃあわしを祀る、宮をもう全員、うん、もう勝手に作っていいよって。へえ、東照宮民営化みたいなやつですか。あ、そういうことだな。ああ、なるほど、民営化しちゃったんですか。一番多い時代は700くらいでしたらしいな。現代調べて見つかってるだけだから。あー、なるほど。 もしかしたらもっとあったかも。お屋敷、館のこう神棚にわしが祀ってあったかもしれないじゃない。あー、それもじゃあもう言っちゃえば東照宮だから。あー、確かに。 あそうかそうか。じゃあもう美容室とかコンビニぐらいの数あったわけ。そういうこと、現世で言うと。そういうことだな。もっとわしを身近に感じました。あー、なるほどなるほど、そういうことですね。距離感をこう縮めたかった。そういうことだね。そういうことらしいんです。最終問題、はい、第5問。徳川家康公の三大苦難の一つである三河一向一揆、これは家康公の家臣が浄土宗寺院の不入権を侵害したことが発端となった。丸か×か。いきなり何言ってるんだっていう問題ですけど、もう全部分かんなかったと思うよ。そうですね、あの、家康公の三大苦難っていうのがあるんです。三河一向一揆、三方ヶ原の戦い、そして伊賀越え、あるんですけども、わしがちょっと死にかけたような道だったね。そうですね、かなり、あの、人生の中でもピンチであったという時ですね。の三河一向一揆の発端となったのは、家康公の家臣が、浄土宗の寺院への不入権を侵害したことが発端となっているかどうかって問題ですね。なるほど。不入権っていうのはね、いわゆるそのお寺に対して年貢を徴収しませんよとか、そういう取り決めをもともと交わしておったんですよ。あ、不入権ってそういう意味はね。なんだと思いました。なんかもう最近の、あの、ほら、現代の萌えキャラが言うセリフかな。不入って。不入。あの、あなたのお寺は不入していいですよって。どういうことですか。もうなんかそれでなんか萌えが広がって世界に平和が広がるんで。まあ、その浄土宗寺院に、うん、要は年貢の取り立てをしてしまったことが。うん、この三河一向一揆の原因となったかどうかって問題です。なるほど、うん、では正解発表いたしますね。なるほど。
正解は×でございまする。ね、意地悪だよこれは。意地悪ですよね。あの別にこの不入クソクソ意地悪よあの不入権を侵害したっていうところは間違いじゃないんです、うん、ね、あのそもそも何言ってるか分かるような問題になんでこんな小さい引っ掛けを入れたのかって思うんですけど、あの浄土宗寺院じゃないんですよね。浄土真宗さようにございます。あの歴史を知っておる方はあの一向一揆って見た時点で、うん、一向一揆か、じゃあ浄土真宗じゃないのって思って罰だと思った方もおるかもしれない、はい、一向宗っていうそれはそもそもあれなんですよな、あの浄土真宗の一派のことを浄土宗側がいわゆる別称と言いますか。そうそうそう、まあ、浄土真宗の中にもいろんな派閥があったんだよな。その派閥の中でちょっとなんていうの過激派、はい、あみたいな者たちがおって、そもそもね浄土真宗っていうのが浄土宗の派生のようなものですからね。あ、そうよそうよ、そうですよね。なのになんで浄土真って誠ってつくんでしょうね。あれなんでだろう、不思議ですよね。だから一向一揆っていうのはいわゆるその浄土真宗の方々が起こした反乱であると、うん、いうことですから、こたびの問題においては浄土宗寺院ではなくて浄土真宗寺院への不入権を侵害したこと、これが三河一向一揆の発端になった。ただこの三河一向一揆が何故家康公の三大苦難の一つになったかっていうのは、浄土真宗のお寺が放棄した程度だったら家康公も多分ピンチにはならないんですよ。まあそうだね、家康公の家臣たちの中にも浄土宗を信仰しとる方と浄土真宗を信仰しとる方っておったんですよね。その浄土真宗を信仰しとる側が家康公に刃を向けたわけですな。うん、だからいわゆる内乱のような謀反だよね。謀反ですな、うん、状態になってしまったがゆえにもう家康公の家臣が真っ二つに割れて戦いを起こしてしまったということで家康公の三大苦難の一つになったと。だって忠勝とか忠次とか、家族同士でな分かれて戦ったもんね。そうなんですよ。もともと浄土真宗の、宗徒だったのが家康公に味方をするために浄土宗に改宗をいたしておりますからね。わざわざしてくれたんだから、そう大好きまあでもそうです、それぐらい忠誠心に熱い家臣もおったんですが、うん、まあしかしながら多くの家臣たちが家康公の敵になってしまったというね、うん、そういう、戦いでございました。ですね、この家康公クイズはですね、今週末の日曜日で終わりになってしまいますが、うん、解説動画、この動画自体はできる限り最終回まで続けていこうかと。まあ、うん、そうね、思ってます。関係ないからね。そうです、そうです、ね、うん、ですので、ぜひとも徳川家康公のことをよりよく知っていただいて、実はあさって26日が家康公誕生日でございますので、うんうん、それも覚えておいていただければ毎年クリスマスの翌日に家康公のことを思える日になるんじゃないかと、うん、それが一番狙いですよね。そう、そのためにずっとやってるのもんですから、ね、そうよ。だからまた来年もこれやるかもしれないしな問題な。下手すると、うん、最終回が来年の12月ぐらいになる可能性もありますから編集に時間かかりすぎたら本日はこれにていたしましょうかな。参ろうか、うん、では徳川家康さらばじゃ。最後までありがとう。最後までの閲覧誠に大義である。高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。徳川家康さらば。